さあ序盤はかなり埼玉ペースだったが、ここに来てちょっとずつ神奈川もう追い上げている。前Cを振る。さあジャンプ B が当たる。ジャンプ C はガードしていた。前Cがヒットして最速でバーストを使う。さあゲージは食べさせないつもりか。集団が当たる。バーストを読んでしまったか。さあお互い触れない。さあ一発2発目のジャンプシーがカウンターヒット。さあこれはゲージが溜まれば殺せるが 100% にならないと殺しきることはできない。溜まってしまいそう。さあ国士まで意識はしていなかったが投げが通る。さあこれはまだ分からない。ジャンプ C がカウンターヒット。さあ上に棒を飛ばして相打ち。ポパンからコンボ。前 C がカウンターヒットして、これは完走できそう。コンボ時間が長い。6600。はい、IH 投げが通って、まだわからない。タチシーからガーキャンシーンをパラしていく。もう飛ばして相打ち。今のは若干高かったか。今のジャンプビーチが悪かった。さあまずはキャノが先制。一発立ての状況。相打ち前Cここでバスト。あんた。さあ担ぎきらがなかなかライフにペースを握らせない。しゃがみし、今のはテレッテ主導だった。さあ2回目ここでバスト。これは橋のコンボに移行できそう。相打ち。マジか。しっかりダメージを稼ぐ。ハツにすれば死んでいたのに焦ってチュンにしてしまったか。まだ上がらないぞ。さあ早く捕まえたい。さあ